人が霊物の領域へ侵入する行為は罪となる。人類は繁栄し、建造物が乱立し、元ある霊物の領域が曖昧になってしまったため、気づかぬところで罪を犯してしまうことになる。本来訪れるはずの次の日は、霊の力によって次の日という呪いの言葉にねじ曲げられてしまう。はい、皆様こんにちは、マストさんちのポーです。マストでございます。はい、本日次の日第2話目でございます。はい、2話目、はい、やっていきましょう。やっていきましょう。はい。こちらの動画はですね、ネタバレを含みますので、もしネタバレが嫌な場合は、ブラウザーバックをお願いいたします。Go back です。はい。じゃあね、第2話やっていきましょう。はい。部活帰りの女子中学生。いつもの交差点で異様な視線を感じ、てん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 。やっぱさっき、1話目に出てきた男の子出るのかな？出るんの、え、でも、あ、でも、この子って、そうだよね、うん、1話目に登場した男の子、うん、の横を切ってた女の子に非常に似てるんだけど、違うのかな？わかんない。とりあえずやってみよっか。はい、じゃあやっていきましょう。はい、レディー、ゴー。あ、これか。いやー、なんか、いる。なんか、おる？あー、違うっぽい子っぽいな。はい、行くねー。はい。いや、もう最初から嫌だな。すごい、すごい声だね。お！お、パノラマパート、振り向く、文字送り、いいですね。へぇ、変わってる。なるほど、なるほど。左に進むだけではない、大きな音が鳴りますので、音量注意でございまする。なんで笑ったのかわかんないんだけど。心霊現象を引き寄せてしまう恐れがありますが、当方では責任を負いかねますので、ご了承ください。やめようよ。ででん。え、やめようよ。お、もう、めんど。めんどとかやめようよ。心霊現象引き起こされたら困るよ。トイレ行かれないよ。そりゃそうだ。あ、パノラマパート、後ろ振り向いていいらしい。え、気持ち悪い、気持ち悪い、酔っ払う、酔っ払う。ちょっと待って、なんでぐるぐる回るの？やめてよ、ぐるぐる回るの。左見たり、右見たりしてって書いてあるんだよ。ゆっくり見ていこうよ、ゆっくり。まっすぐ前。なんか、だいぶ荒廃してる感じがするね。荒廃？あ、映ってる。おぉ、映ってるというか、そこに張り付いてる感じかもしれない。なんかいる？え、これ振り返ったらダメなパターンだよ。だから何なの？あー、あーって。またその声。何？言いたいことがあるんだったらはっきり言いなさい。はっきり言われても困るんだけど。そんなか細い声で。か細い声で。お、はい、来た、女子。女子パートだよ、女子パート。女子中学生だっけ？女子中学生。部活帰りね。今日も部活がいくつかあったかな。あ、この子。この小学生も、もしかして登場人物か。やっぱり横切った子に。うん、映っていくのかな。映っていくんだよね、多分ね。さて、この子は何部かな。え？もう、バックとか見ないとわかんないんだよな。いや、でも疲れたなってことは運動部でしょ？そうだね。あそこに赤いのあるよ。なんかあるね。消火器？はい、どうも。だから何？あ、なんか、後ろ。お、お、お、後ろ。後ろ、後ろ、後ろ。何？後ろ振り向いたよ、今。後ろって書いてたから。あ、そうなの？すげえ早いなぁ、雲。雲やばいね。あ、お、また、じゃあ、今度右に。お、あ、はいはい。何もない。あ、自分が鏡に映ってるね。自分だけね。はい、右に行って。特に何もなしか。さっきの赤いのはカラコンだったっぽいね。本当に。あ、い、よし、オッケー。お、隣にいる。これはゾワゾワするよ。隣にいるね。気のせいかな？おー、なるほど。はぁ、あ、見えてはいないんだろうね。疲れてるからね。え？部活で疲れてるから。部活で疲れてると思う。お、いた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 。いるやん、そこやん。どうも。めっちゃ歯入っとるよ。なんか、ダース・ベイダーさん的な呼吸音。いや、もう完全にあれでしょ。受話器越しの変態やろ。いや、食らったことないんでわかんないっすね。はぁ、はぁ、はぁってガチャンと切る。わかんないっすね、俺は。一回やってみればいいよ。やってみるのね。やってみるのね、俺が。はい、今日も部活帰り。
いつも部活なんだ、大変だね。まあ、基本毎日やるんじゃない？私文化部だったから。はい、どうも。わかんないんだよね。基本主張が抑えめなんだね、最初は。控えめな女性なのかな。ああ、もうどんどん、ちょっとどんどん手使ってきて。勝手に女性って決め。何、早いじゃん。ちょっと待って、控えめじゃないわ。どうしたどうした。結構控えめじゃないわ。どうした、今回はアピールがいいぞ。もうちょっと来い。お、さ、しゃがんだ。すると、結局そこでまた出てくるんでしょ。多分ね、ここでまたね、鏡映るんだと。あーって言うんでしょ。多分はーって言うんだと。あ、でもほら、待て、言った。振り向け。振り向け。これ振り向かないで行くということはできない。わかんない。できないのかな。振り向いたら、また見回すのかい。そうだよね。おー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 、誰かいるって感じはしてるんだね。なんか異様な気配を感じてしまうのかな、やっぱり。どこにいるんだよ。まあ、今はミラーに。1回はね、うん。何も映んないんじゃない。今はミラーには映ってない。2回目。ここだよね。お、マジで、いね。お、いね。あれ、なんか暗くなってるね。いや、気のせいだよ。気のせいだね。はい、これでどうだ。お、まだ。おー。へぇー。結構引っ張るな。奥行こう。あ、いた。どこ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 。見るの後ろ。この赤い人？あ、気づいちゃった？あ、気づいちゃったね。あの子。まあ、女性っぽいからね。あの人ではなく、あの子。あ、でも身長は同じぐらいだったね。うん。めっちゃこっち見てる。そら怖いわな。そら怖いわな。え、しかも、ワンピース。赤の、真っ白な。じゃ、ノースリーブのワンピース。うん。え、これさ、多分中学校の冬服とかだよね。多分。その季節にあの格好はやばいね。やばいね。あれ、ファーいないじゃん。まあ、この後じゃない。ほら、来た。そっちか。手？そっちか。私、上から来ると思った。ああ、そういう系の方なのね。どういう系の方なのよ。あ、まだ次の日だ。これがどんどん変わっていくんだろうね、またね。もう、はっきり喋ったらいいのに。手ごとご。手形がある。へえ。はい、行こう。昨日はガラス越しにアピールしてらっしゃったよね。いや、もう前に出てきた。おー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 、今度は赤で。おー、今度は赤で。あ、赤でアピール。やばいな、これ。ちょっと待って。え、ちょっと待って。何？女の子、ガラス越しなのか、これは。あ、まあガラス越しか。あ、ここに壁になんかいそうだね、なんかね。いや、もうなんかもう、あれだもん、映っちゃってるもん。ね、すごいね。やべえって。いろんなことするなぁ。歪んでるもんだって。また振り返るんでしょ？え、てかもう、これ多分日常生活じゃないよ。多分ね、歪んでるもん。やばいもんだって。あ、振り返んなかった。へぇ。おー、振り返らされた。やばい。何？そら何だよな。あ、ああ、まあ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 、そんな風に足音とね、声したら、いや、ファーなんて来たらやばいでしょ。振り返らざるを得ねえよな。ないない。さっきはそこにいたんだよね。あ、違う。怖い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 。ここか、ここにいたんだよな。怖い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 。まあ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 。怖い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 。特には、ああ、来るぞ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 、こねー。なんだ？結構引っ張るなぁ。来る時来るって言えよ。あ、いた。あ、いたよ。全然怖くなかった。さっきの方が怖かった。あ、まあまあ、直接的ですね。なんなのよ、あんた。来ないでよ。こういう時話しかけちゃいけないんだよ。そうだよね。気づいちゃダメだよね。気づいちゃダメなんだよ。おー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 。何いるの？なるほど。なるほど、なるほど。三つ子？そして？あ、回転。酔っ払うからやめてやめて。あれ、これでまだ次の日だよ。これ、ここで次の日。次の日じゃない、まだ。なんて言ってるの、聞き取れないから、もうちょっとはっきり言ってほしいな。納豆食べて。ミラーだ。いかえりおめでとうございます。うわー、ミラーだけしか視界がない。お、叩けてるんだ。鏡の中に入っちゃったってこと。そういうことになるんだろうね。あの場所に置いとくのが悪かったのかな。誰
誰か助けて。ああ、そうだよね。その中だよね。ああはん。やべえ。あれ？まだ？なんて言ってる？わかんない。めっちゃ見てる。めっちゃ見てる。どうしよう。どうもできねえよ。そうだね。まさかずっとこのままって考えるよ、ね。今ずっとこのままだよ、うん。多分ずっとこのままなんだと思うよ。気づいて。気づいたとてミラーから引きずり出せるの。一日が早え。ああ、歪んでく歪んでく歪んでく。まだか。ああ、ちょっと近くなってるね。うん。そう。まあ、引きずり込んだ原因の子ですね。多分。だんだん近づいてきてるよね。そうだよね。うん、ただビビらせに来てるだけだよな、もう。いや、マウント取ってるのかもしんない。こっちは動けるけど、お前は動けねえんだろ、みたいな。くっそ野郎だって。あ、来た来た。あ、償いになっちゃった。さあ、来たぞ。ここだ。何を償いって言うんだよ。めっちゃ見てる。逆に？マウント取ってる。何持ってる？手に、石持ってる、それ。なんか持ってるね。石じゃない、それ。そうだよね。鏡を割ろうとしてるってこと？あ、割っちゃった。でも世界が割れちゃうよ。あったあった。鏡の中に閉じ込めて。ああ、一応そうやって。すごい、すごいドアップですね。ああ、なるほどね。じゃあこういうミラーが割れてるのはこういうことだってことだ。マジで？うん、そういうことだよね、多分ね。そういう解釈する？どこ行く、どこ行く、どこ行く。どこ行くの、どこ行くの。結局、ぐっと近寄ってビビらされただけってこと。すごい隣で息遣い。あれ？え？今？おー！おー！意外に長い。終わった？終わりか？ああ、やっぱそうだよね。鏡がなくなっちゃう。鏡なくなっちゃうのたまにあるもんね。え？あるあるある。いや、あるけど。ある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 。こういうことなんだ。なるほど。何？日本の道路では、しょっちゅうしょっちゅうこんなことが起こってるってこと？まあ、そういうことになっちゃうね。終わったよ。ああ、なるほどね。何？、うん、道路のミラーが割れてるのはこういうことだってことを教えてくれたわけだ。そういう結論に至るもんなの。いや、わかんないけど。でも確かになんか割れてるのとかあるよね。はあ。あれは石を持った誰かが割ってるってこと。赤いワンピース着た女の人が。ワンピース着た女の子。わかんないけど。うん。割ってるってことだよ。割ってるの？あれ。いや、んなことはないだろうけど。やばいな。まあ。皆さんもこのミラーには気をつけてください。なんか明るくなってる。え、嘘、明るくなってる、これ、うん、さっきより明るい。新しい鏡貼ってください。映ってそうに見えた。見えなかった。あー、若干そんな感じがしないでもないね。うん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 。まあ、あんまり多くを語らないゲームなんだ、今ね。あ、そうだね。はいはい。あんま語らないけど、でもこれヘッドホンつけたらやばいな。ああ、そうだね。ヘッドホンつけるとやばいかもね。ヘッドホンはやばいね。うん。ああ、もういいんじゃない？いいんじゃない？いやー、こう。ちょっと先が気になっちゃう。お、お、あ、あ、やった！振り向ける！右、右！振り向ける！え、あれ？左に、左に、左に、右に。あれ？あれ？右押したけど。何？鏡から聞こえる。右押したけど、結局鏡割れてるから何も見えませんってことか。ちゃんとアフターフォローまでバッチリじゃん。すごーい。面白いことやるね、この会社さん。差し良くない、私には全然わかんねえや。ただ、ただ、うん、あの、普通のホラーより怖い。あ、普通のホラーよりいいかも。うん、サウンドホラーって考えたらいいかも。うん、そうだね、悪くないと思う。うん、視覚的にも多分画面いっぱいだともっと怖いと思うし。そうだね。ね。うん、いいと思う。ちょっと気になっちゃう。ちょっと気になっちゃうね、次のやつね。うん、面白いかもしれない。うん、はい。
はい、じゃあ本日はこちら第2話終了となります。はい、面白かったです。はい。じゃあね、次回は第3話やっていきますので、よろしければまた遊びに来てください。はい、チャンネル登録と高評価もお願いいたします。お願いいたします。はい。では、次回の動画でお会いいたしましょう。はーい。お疲れ様でした。息合わねえなー。